トサキントサキンは日本産の金魚である。名称の通りトサの地域を中心に飼育されている金魚であり、現在当種は天然記念物に指定されている。体型は竜金型の体型をしており、竜金とはおひれが異なり、反転したおひれを持つ。このソリオがカールしているように見えることから、カーリーファンテールゴールドフィッシュの英名が付けられている。体色は赤のに、 白、サラサ、退職をしない生態もおり、近年は、東西紀等との後輩による、キャリコ柄も存在し、ミューズと呼ばれる。土砂金を、土砂金と書かれることがあるが、算出元の高知県の江戸時代の文書や昭和初期の品評会番付等に、土砂金魚という記載があることなどから、愛好家の中では、土砂金魚と呼ぶことが多い。当の時から、すり鉢状の容器で飼育。 縁に沿いを泳がせることにより、ソリオを形成させる。泳ぎは下手な方であり、水質変化に敏感であり、飼育は難点が多く、他種との混姻は向かない。すり鉢状の容器につく苔は、飼育において、水質の安定や、天然の餌等としての役割もある。水替えの際にむやみに排除してしまわず、手入れをすることが重要。様々な説があり、流金の突然変異。 琉金と大阪乱中との交配等の説があり、定かではない。日本産の金魚では、当種の他には、地金、出雲南金が天然記念物に指定されている。飼育は難点が多く、保存会により種の保存が行われている。これら三種は日本の三大地金魚として知られている。ありがとうございます。